中学生がさまざまな職業を体験するトライアルウィークで、西宮海上保安署では生徒たちが海の環境や人命を守る仕事に挑戦しました。トライアルウィークは子どもたちに働くことの意義や楽しさを実感してもらおうと、兵庫県教育委員会が1998年から実施しています。今日は上ヶ原中学校の生徒8人が西宮海上保安署で職業体験。生徒たちは海での犯罪の取り締まりや海難救助などを行う巡視艇内の見学のほか、人命救助で必要なロープワークの体験を行いました。できてる、できてる。どうですか？素晴らしいです。上手ですね。上手です。最初だけちょっと色ちゃうけど、午後からは実際に巡視艇に乗り、校内を巡回して火災を想定した放水訓練を行い、生徒たちは人命救助以外にも海の環境を守る活動や災害時の対応など多岐にわたる海上保安庁の業務を学んでいました。海の海図とか、なんか測量とかしていることを知らなかったのですごいと思いました。いつもの日常生活に生かせることを意識しながらこの3日間過ごしていきたいと思いました。普段あまりこの海上保安庁の仕事っていうのはなかなか身近では感じられないと思うんですけど、こういう機会にたくさん学んでいただいて非常にいい機会だったと思います。トライアルウィークはあさってまでで、鑑識作業なども行うということです。